オピキャルトです。今日はイロハビレッジに行きたいと思います。ここが五日市駅です。あれが廿日市大橋です。あれがイロハビレッジの看板です。ジーヤがやっております。こちらがイロハビレッジさんの畑ラボですね。子供たちが遊べるブランコですね。こちらがアーモンドの木になります。こちらが水田でも収穫を終えてます。レモンですね。これ八島神社から分社した社ですかね。こちらが製造ラインです。ちょっとまあバーっと行くということで看板ですね。栗のお菓子が、季節の商品になってます。イロハビレッジさんがこちらで焼いているパンです。大人気のあんバターサンドです。こちらが五日市港のボート扱い大橋を渡ります。結構でっかい地大橋のてっぺんですね。いやー五日市港ですね。で瀬戸内海で向こうが木材港、モーツァルトさんのお庭です。こう海があって綺麗ですね。廿日市お菓子工場のなんか後ろバッケモーツァルトの直売所です。あの周辺焼いてます。女性の方が火の中でそうなチョコレートの商品ですね。工場店の規格外商品、キノコも規格外なのでものすごい安いです。こちらがタイラーメンです。こんな辛くない。天満宮ですね。天宮中国醸造酒屋さんですね。中国醸造のビールです。中は許可もらえませんでした。黒の神様使って天満宮天満宮です。ビールですね。これこちらが世代だから。こちらが上からの眺めです。これですね、景色が。ちょっと逆光で見えるかな、これ。